ある日彼女が僕に言った、あなた優しさが足りないわ。僕はふざけて言い返した、地球と君には優しいぞ。すると君は呆れながら、ほら熱切なく笑ってった。一体この僕の何が気に入らないというのだろう。はて、ある日ヤクザのおじさんが僕に近づいこう言った。坊主、これからはまっすぐな人になって行きなさい。僕はビビりながら言い返す、おじさんに言われたくないよ。するとおじさんは笑いながら僕にピストルを見せた。ああああ一体どういうことなんだ。ああああ使い方をちょっと考えた。ある日ホームレスのおじさんが僕に近づいこう言った。坊主、これからは身なりを立派にしなければいけないぞ。僕は慌てて言い返した。おじさんはそれでいいのかよ。おじさんは笑いながら言った。この良さがわからねえのか。言われればそんな気がする。ああああそれに比べてこの僕は、hey! 誰かのモノマネのような生き方はしたくはなかった。でも気がつけばいつでも誰かと比べていたんだ。鏡の中に映る僕は一体誰なんだろうか。さあなくしたものを取り戻そう。教えてくれた大切なこと、まっすぐに生きる強さとは間違いと弱さの中にある。あの日ホームレスのおじさんが教えてくれた大切なこと、流れに逆らう生き方も結局流れの中にある。あの日の君の一言が今も胸に響いてる。君が望んで優しさは冷たさの中にあるものだった。
ンパ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 ン。